はい、皆さんこんにちは、りょうです。今日はコントローラーの分解掃除のお話ちょっとやりたいなっていうふうに思ってるんだけれども、長い間ね、こうゲームをやっていくとですね、まあコントローラーも、摩耗してきて精度がやや悪くなってくる場面っていうのが出てくると思います。例えば FPS のタイトルでいけばドリフトがね、ひどくなってきたりだとか、TPS 系統のゲームでいけば自キャラを画面下、画面手前に向けて走らしているはずなのに接点が飛んでいて、少し前に、動いたり左に動いたりみたいな、そういったイレギュラーな動きをするコントローラーっていうのがやっぱり出てきてしまうんだけれども、こういった症状が起こった時っていうのは基本的に買い替えをね、するっていうのが一般的な流れだと思います。そもそもコントローラーって消耗品の類なので、ある程度ね、ゲームをやり込んでいけば、当然ねコントローラーの精度っていうのが悪くなってくるので買い替えを検討するっていう、そういう話なんだけど、私まあ配信者なんで年間に1回か多い時で2回ぐらいコントローラー買い替えるんだけど、まあ、なんせ高いんよ今の市場価格。デュアルセンス PS5 の純コンを私使ってるんですが、デュアルセンスに関しては今もう1万1000円を超えていると。とても消耗品と言う分にはね、高すぎる、そんなね価格帯に現状コントローラー業界突入しておりますので、まあ代替品としてすごくおすすめできる廉価版の、コントローラーの話だったりだとか、修理の話っていうのを今日はやっていきたいんだけれども、最初にちょっと注意点を申し上げておくとするのであれば、修理をしたからといって症状が改善されるとは限らないっていうお話です。もっとひどくなるパターンの時もあるし、症状がね、完全に回復して異常がなくなるパターンもあったりするので、あくまで買い替え前提での、分解掃除のお話という点にね、ご留意いただきたいなというふうに思っております。はい、というわけで、今日はねこいつらちょっと修理の方していこうかなっていうふうに思います。で、今日使っていくのは、まずこれ、100均とかで売ってる精密ドライバーだね。プラスマイナスがそれぞれ用意されてるものを、まあ一つね、用意してもらいたいのと、これ。まあ、接点復活剤だね。電子機器なんかに使って、まあ、汚れとかをね、取ってくれるようなものになっておりますので、まあ、こういったものをね、ホームセンターなんかで5、600円ぐらいかな、で売ってますんで、まあ、一つね、用意できる方は用意してください。で、あとはま、綿棒だったりだとか、ラジオペンチみたいなやつだね。こういうちょっと先端の細いものがあると、使いやすいかなと思いますので、まあ、このあたりもね、一つ用意していただけたらと思うんですが、コントローラーの分解って、実は結構簡単にできます。これ PS5 の純コンなんだけど、ここあるじゃんか、コントローラーの、ここ持ち手のところ、ここにさ、まあ、爪がある人は爪グッと押し込んでもらうと、ここ外せるんだよね。で、中にネジがついてますんで、まずはこのカバーを外していくんだけど、外すとき、まあ、爪がない人はマイナスドライバーとかをね、ちょっとクッと刺して、こういう感じでプニプニとしたね、プラスチックのケースになってますんで、ここをね、まあ、剥がしていくっていう、そういう作業になるんだけど、この部分、ここに爪が2箇所ございますので、ここを剥がしていくときに、まあ、マイナスドライバーなんかをね、隙間に少し差し込んでいきながらパカッという音が鳴るまでね、まずは剥がしていきます。まあ、隙間にこうやってポコ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 入れていくんだけど、ここだね。まあ、隙間にね、マイナスドライバーぶっ刺してて、ちょっと画質悪いよ、画質悪い。画質悪いんだけど気にすんな。ここだね、はい。パキ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 とね、ここ開けていきます。はい。で、こんな感じで入れてもらうと少し浮いてきます。なんで、この状態になったら、もうギュッとね、上げちゃって。はい。ギュッと上げていく。はい。こんな感じでね、浮きました。で、浮くと、もうこの状態から、手前に引っ張る感じ。手前に引っ張る感じで、上げてもらうと、まあ、こんな感じでね、パーツが取れるといったところになりますんで、まあ、これ、とりあえずね、置いといてください。はい。で、まあ、こんな感じになるんだけれども、ここと、ここ、それぞれ、一つずつネジがついているんだけれども、ネジがあと2箇所あって、それが、この R1、L1 のボタンのところ、ここもね、ちょっと、ボタン引っこ抜きたいんだけど、引っこ抜くときに、イメージとしては、ここにマイナスドライバーとかをぶっ刺すんだけど、軽くね、めっちゃ軽く、めっちゃ軽く、テコの原理で上げていく。そうすると、パカッパカって取れるんだよ。はい、こんな感じで。吹っ飛んでいったわ。うん。で、これを両方ともやっていきます。はい。ここだね。軽く入れて、吹っ飛ばすと。はい。こんな感じでやっていくと、この中にも、これだね。画質悪。ここだね。はい。ここに、それぞれついてますんで、この4箇所のネジを外して、カバーを外していきます。この4本ネジは小さめのね、プラスドライバーで外してください。で、しっかりとね、ネジはね、なくさないように、ドライバーのケースにでも入れといて、はい。で、こんな感じになるんだけれども、今度は、この持ち手の、この部分から、カバーを外していきたいんだよね。内側にこう開いていくような感じで、やっていきたいんですが、ここに爪があるんだよね。なんで、少し持ち上げながら、この部分の爪を、まあ、
ドライバーなんかでね、外してもらいつつ、まずはちょっと浮き上がるような形に、ね、なるように調整をしていきます。こう持ち上げていくとわかる、ここに爪があるじゃんか。でこっちにも爪があるんで、ここをパカッとテコの原理で少し浮かしてあげる。そうするとこんな感じの状態になります。ちょっとね浮いたような状態になるんだけど、この状態になったら今度ここを剥がしていきたいんだけど、めちゃくちゃ硬いの、ここを剥がしていきたいんだけど、めっちゃ硬いんで、もうここはね力技でクニ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 しながら、こいつをこっち側に引っ張っていくような感じでグッと外していきます。はい、めっちゃ硬いんでね、かなり固めなんで、もう力技でガンと、はい、外しちゃってください。はい。で、これが、外せると、中がいよいよ見えてきます。はい。ここからね、基板を触っていくような形になってくるので、ちょっとね、慎重にやってもらいたいなっていうふうに思うんだけど、で、まず見えるのがこのバッテリーになるんだけど、バッテリーのところには、差し込み口というかね、これがありますんで、クニクニしながら抜いてください。まあ、配線持って抜くのは良くないんだけど、まあ、触りにくいんで、ゆっくりね、ゆっくり、ギコギコしながら抜いてもらえますんで、はい。こんな感じで、まず抜いといて。で、バッテリー外してもらうと、ここに、ネジがついてますんで、これもね、プラスドライバー、一番細いような類のもので、まずは外していくっていう、そういう感じだね。はい、これで外せましたんで、これ取れるんだけれども、ここに、ちょっとね、付属したパーツがついてるんだ。もう解像度悪すぎて分かりにくいと思うんだけど、ここ。なんか、ペラペラとしたプラスチックみたいなシートがついてるんだけれども、このシートを、シート自体を、この、ラジオペンチでつまんでもらって、上向きに引っ張ります。上向きに。ここも、ちょっとね、引っこ抜くのに、ギコギコしながら抜いてもらうといいんだけど、こんな感じ。はい。こんな感じで取れます。このパーツっていうのは、この上の部分に乗っかっているだけなので、あんまりね、慎重に扱ってもらう必要もないんだけれども、とりあえずこれを、まあ、サイドに避けといてもらって、これでカバーがね、外せますんで、これ、いよいよ基板直接ね、触っていくってところになるんだけど、基板自体にも、似たような感じでね、刺さっている、パーツが4箇所ございます。この4箇所を、それぞれね、引っこ抜いていくって話なんだけど、これもね、ラジオペンチ使いながら、先端少しつまんでもらいながらね、ギコギコしながら、上に引っこ抜くって感じ。はい、こんな感じだね。引っこ抜きすぎないようにしてね。はい。で、青いシートみたいなのがね、ここにもついていたりします。こういうのも似たような感じで、クニクニしながら外していく。ちゃんとなんかね、つまめるようになってるようなポイントがあったりするんで、その部分つまんで外してください。で、ここもそうだね。同じように、ギコギコしながら外していく。はい、外せました。で、最後だね、ここ。この白いシートごと、もうそのままつまんじゃって、ギコギコしながら外していく。はい。で、これで全部外れたんだけど、後ろのスティックを押し込みつつ、ちょっとたわませるの。人差し指側、こっち側に向けて、たわませながら外してもらうと、こんな感じでパカッとね、基板出てきますんで、この出てきた基板を出して、下に置きます。はい、ひっくり返せるって感じなんだけど、見てこれ、猫の毛がすごいことになってる。猫の毛が入ってきちゃってるんだよな。はい、こんな感じで取り外すことが可能になります。で、ちょっとこれ見てもらいたいんだけど、スティックってさ、ここに傘がついてんのよ。で、なんか、コントローラーの修理の仕方に、ドリフト対策みたいなんでさ、よく YouTube の動画なんかにも上がってたりするのが、この隙間にスプレーを入れてみるみたいなやつあったりするんだけど、この傘が全部防いでるから、ここに吹き込むものってエアー入れようが、接点復活剤入れようが、傘で保護されてるから関係ないんだよね。で、もっと言うと、押し込みながらぐりぐり、回すことによって、ドリフトがね、一時的に軽減されるみたいな対策の話があったりもするんだけど、あくまで一時的なものなんで、あまり関係ないっていうのが分解するとわかるっていう、そういうお話なんだよね。で、やっていくんだけど、これ、基板から引っこ抜くことができます。はい、こんな感じ。引っこ抜けるんだけど、上下がね、入れ替わっちゃうと、戻した時に、なんて言うんだろう、スティックの傾きが微妙に違ったりすることがあるから、外した時に内側見てもらうと、カメラには映んないと思うんだけど、これね、型番みたいなのが内側に記載されてるんだよね。で、それが、今見てる状態で言う下、こっち側になってるから、つける時に、その向き間違えないようにしてください。引っこ抜いて、
見てみたら、型番が下に書いてある状態になってる向きのまま、付け直すっていうのをこれ覚えておいて。で、左右を入れ替えないように、ちゃんとね、右と左分かるようにしといてください。なんか点とか付けとくのもありかもしれないね。はい。こっちが下だったっていうところをマーカーかなんかでちょんってね、付けておくだけでも、そういったミスをね、防げるんじゃないかと思いますので、まあそういうのもね、一つやっといてもらうといいかもしれない。で、これを外した状態で、もうすでに見た時に、なんかこう、ペットとか飼ってる人だとさ、まあ猫の毛とかが入ってたりするパターンもあるんで、エアーなんかがある人は、エアダストでね、しっかりと綺麗にしてもらう。もしくは、まあ、ない人はね、綿棒とかで、ちょっとまあ、綺麗にね、やってみてください。まあ、毛羽だったりする綿棒はね、すぐに交換しながら、綺麗な状態の綿棒で、掃除をしてもらうって形が望ましいかなと思います。で、ある程度汚れが取れましたらですね、今度本格的にこの部分のパーツを少しだけね、開いて、中清掃していきたいなって思うんだけど、上部と右側にそれぞれこれ、開くパーツがついていますんで、ここに一番細いマイナスドライバーをぶっ刺していきます。はい、ぶっ刺していく。そうすると、パカッと開きますんで、はい、開く。で、同じように差し込み口、中央を少し避けたところに差し込み口があるんで、それを、まあ、じわじわ開けながらね、はい、じわじわ開けながら開く。はい、こんな感じ。で、ぶっこ抜いていきます。はい。こんな感じで、ちょっとパカッと開きます。画質悪いんだけど、うん、パカッと開きます。で、開いたら中に白いカバーみたいなのがついてるんだけど、このカバーに汚れがついていたりすると、接触不良なんかをね、起こす原因になりますので、このカバーをね、もっとグッと倒して、引っこ抜いていくと、こういうパーツが出てきます。これも上下が一応分かれてるんだけど、なんか、ちょっとバネみたいな感じになってる部分の金属が上側。で、ピタッと本体に入り付いてる側が下側になってます。なんで、その向きもね、ちょっと押さえといてもらいつつ、こいつをね、軽く清掃しつつ、この白いパーツが入ってた内側、ここにもね、グリスが固着してんのかな、汚れがね、ついておりますので、この、付近も、まあ、綿棒なんかに、さっきのね、接点復活剤、なんかを吹きかけて、まあ、軽くね、拭いてもらっておくといいと思います。まあ、直接綿棒にね、吹きかけて、まあ、ここをね、くにくにと掃除していくっていう、そういう感じだね。まあ、一箇所掃除するだけで、だいぶ黒くなります。グリスがついてるからだと思うんだけど、まあ、こういう感じで、汚れをまずは綺麗にしていくっていうのを、一箇所ずつやっていって。で、取り出した方のパーツを、ちょっとね、比較してみるとわかるんだけど、赤くちょっとね、汚れがついてるもの。これがね、縦軸側、上側の方の穴から取り出したもの。で、白い方が右側だね。左右軸の方で、ついてた方のパーツになってます。で、それぞれ、近くで見ると、下にね、二つの点がついてるんだけれども、二つの点がついてる方が、下側だね。下側、基板側。で、ちょっと跳ねてるバネみたいなのがついてる方が上側になるように、またこれをね、戻していくっていう、そういう感じになります。で、戻す前段階として、この軸のところに、スプレーをね、直接、まあ、わずかでいいです。一瞬ね、吹き込むような感じで。はい。こういう感じで、まあ、接点復活剤入れといてみてください。で、この中に入っていた白いパーツ、せっかくなんでちょっとね、水洗いでブラシでね、綺麗にしてこようと思います。皆さんもなんか適当にね、まあ、歯ブラシの昔のやつとかでも使って綺麗にしてみて。はい。で、洗ってきて完全にね、水気が切れた状態になったところで、こいつらをね、戻していきたいなと思います。はい。戻す向きは、点2個がついてる方だね。を下にして、外側に向けて、これを中に戻していくって、そういう感じだね。はい。戻していく。で、蓋を閉じると、勝手にね、ピタッと、一致しますので、この状態になると、結構硬いんだけど、バチッと無理くり押し込んで、はい。押し込みます。で、このスティックの元を動かした時に、そのね、パーツがちゃんと連動して動いてるかどうかを確認してください。はい。しっかり締まった状態にして動くか確認する。で、それをね、反対側だね、横軸側の方も同じように戻していきます。
めちゃくちゃ硬いんでね、ここもパチッという音が聞こえるまで押し込んでください。はい、パチッと押し込む。で、しっかりと、これもね、動かしてみて、あ、ちゃんと連動して動いてるなっていうのが確認できたら、これでね、こっち側完了です。で、同じことを右側もやって、最後ね、このカバーを戻していくっていう、そういう話です。うわぁ、やっぱり猫の毛ついてるなぁ。なんかね、私が使ってたこの青色のコントローラーに関しては、左側のスティックがおかしかったんだよね。キャラクターを後ろに下げてるのに前に進もうとするみたいな現象が起こってたんだけど、やっぱりね、猫の毛が絡んでますね。まあ本当はこういうとこにね、グリスとかを多少つけといてあげた方がいいのかなとは思うんだけど、まああんまりね、細かくね、道具持ってない人の方が多いと思うし、私も持ってないんでね、はい、そこまではやらんということで、まあ同じ手順でね、スプレー吹きかけて、まあ配置し直していこうか。はい。で、洗ってきたね、パーツをね、また元に戻していきます。浮いてる方のバネがついてる方が上、点々が2つついてる方が下側にして、金属が外側になるような感じでね、つけて、パチッと締める。はい。はい。で、これで清掃は完了になりますので、正しい向きで、今度はね、スティックを戻していきます。外したところ右側の方が、ちゃんとね、裏で番号を確認して、番号がついてる方が下になるような状態に向けて、しっかりと向きを合わせて差し込んでいきます。はい。で、差し込みが終わったら、あとはね、最初にやった手順の逆バージョンで戻していくって、そういう感じだね。ひっくり返して、配線ちょっと邪魔になってるやつらをね、引っこ抜いて。で、外した4箇所のね、シートみたいになってるコード、こいつらを戻していきます。で、シートにね、ラインが記載されてるんだけど、そのラインがね、一応なんて言うんだろう、差し込みの目安みたいになってるので、まあ、ラインに被るところぐらいまではね、しっかりと差し込んでね、中途半端な差し込みにならないようにだけ注意しておいてください。はい。で、4箇所の配線を戻しましたら、今度カバーだね、を戻していきます。電池が乗る方の溝がある方が上だね。で、なんかこういう細かいパーツが来てる方が下になるような感じで、これを戻していくって話なんだけど、まずはね、ネジの、止め口を合わせます。ここだね、ここにネジが、差し込めるようになってるんで、ここをね、一つまずこれ戻していきましょう。で、止め終わったら、この乗っかってるだけのこのパーツだね。右側に少し引っ掛けるところがあるので、引っ掛けて乗せて配線を戻していくって、そういう感じだね。こいつマジで差し込みにくいんだよね。差し込みにくいんだけど、ちゃんと奥までグッとね、差し込んでおいてください。めちゃくちゃ差し込みにくいけど。はい、グッと奥まで差し込む。はい。はい。で、しっかり差し込みができましたら、ここにね、電池を、蓄電池を戻していくんだけど、まあ、ね、差し込む向きは、まあ、配線にね、合わせて、よいしょ、しっかりと差し込んでもろて、乗っけます。で、しっかり乗せてあるこの状態になったら、カバーを戻していきましょう。で、トリガー側だね。L2 とか R2 とかがある方のトリガー側から、しっかりと軸を合わせて、押し込んで、戻していくんだけど、ここが浮いてたりするんでね、この部分。あー、やばい、配線噛んでる。この部分だね、配線噛まないかしっかりチェックしつつ、爪がね、しっかりと戻るような箇所に、合致してるかどうかを確認してから締めます。で、締めたら今度、ネジをね、4箇所。L1、R1 のトリガーの付け根の部分と、反対側だね、こっち側。この部分にしっかりとね、ネジを止めて、最終カバーを戻していきます。で、次が、この L1、R1 のボタンの戻しなんだけど、軽く乗せて、全然力入れずに、軽く乗せて、フィットするところがあります。はい。で、両方フィットしたところで、グッと押し込むの。で、そうするとね、トリガー戻りますんで、これでトリガーは完了。あとは最後ね、このカバーを戻していくんだけど、このカバーの戻し方なんだけど、先端のこの角みたいなとこあるじゃんか。この角みたいなのを、最初に、中にちょっと入れ込むの。で、上から乗せるような感じにして、押し込んでいきます。奥に押し込んで、こっち側に。押し込んだら、綺麗にフィットするんで、その状態のまま、全部を
戻していくって感じだね。はい、はめて戻していきます。で、最後にここがちょっと浮いてる時があるんで、ここもねしっかりグッと押しといてもらうと、はい、これでねコントローラーちゃん元通りになりましたんで、操作感ちょっとチェックしに行ってみましょうか。さあ、エイペックスの訓練場に来ると、なんとドリフトがさらにひどくなってる。やっちまってんじゃん、ぬしよ。って思う人いると思うんだけど、こっからなんよね。これって、今、コントローラーの中の清掃を行って、割とまあ、ニュートラルに近いような状態に、本来戻しているはずなんだけど、機器自体の認識はずれてますよという認識になっちゃってるの。コントローラーの認識自体がずれてるっていう状態に現状なってしまっているので、これを修正してあげれば、まあ、正常なコントローラーの状態に近づけることができるという、そういうお話なんですが、それをするために必要なアプリケーションで、PlayStation Accessories っていうソフトがございますので、まずはそこに行きます。はい。アプリケーションを開くとですね、DualSense Wireless Controller って書いてある、これが、今接続してあるものなんだけど、ファームウェアのアップデートがありますっていう風に書かれてますので、これまずアップデートしてあげます。で、アップデートが完了して最新の状態になったら、これで一旦このソフトは閉じてもらって、今度はデュアルショックキャリブレーション GUI っていうページに行きます。これ個人の方が管理されてるソフトなのかな、わかんないんだけれども、右上にイングリッシュとかね、言語選択がございますので、これ日本語にしてください。で、了解をして接続を押します。そうすると、最新の状態でアップデートしてあるコントローラーであれば、それをしっかりと認識してくれるので、まずここでね、接続をします。はい。そうするとですね、見て、ここ。軸ずれがこのぐらい起こってんだよね。X 軸、Y 軸、それぞれレフト、ライトのね、スティックでこれぐらいずれてますよ、という、そういう認識になってるんですが、このずれた状態をデフォルトに戻しておくっていう作業をするんだよね。ここ、スティック中央、キャリブレーションって書いてあるんで、これをクリックします。で、開始をしていって、まずは左上に両方のスティックを倒して戻す、倒して戻すっていう、これをね、やっておきます。はい、クリクリしといて。で、続行を押す。で、次が右上、はい、右上クリ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 して、はい、これで続行を押す。で、続いてが左下、はい、クリ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 。はい。で、これで、もう一回、続行を押す。で、右下をクリ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 してもらって、はい、これでね、スティックをスンと戻して保存する。で、これでキャリブレーションが正常に動くようにできました。キャリブレーションは次で確認できます。このゲームパッドテスターってやつだね。はい。これをやってもらうと、はい。コントローラーなんかのボタンを押してもらうと、このページが開くんだけど、見て、中央にね、しっかりと留まっているといった状態になります。はい。で、こういったいわゆるドリフトの現象とかっていうのは 0.01 程度であれば、まあ、基本的にはそれほどね大きく動かないというお話でございますので、これでねもう一回 Apex の画面に戻ってみると、手を離している状態でこのぐらいの精度でキャリブレーションができているといったところになります。はい。もうしっかりリコイルもできるといった状態になりますので、これでまあね快適に、コントローラーがまあ元の状態に戻ったと言える状態になっているのかなといったところでございます。はい。いかがでしょうか。まあ、こんな感じでキャリブレーションの設定のし直しだけでも PC に接続してね行えば、それだけでドリフトの現象なんかはかなりね軽減させることはできるんだけれども、根本的にやっぱり中にね不純物が溜まっていった状態を放置していると、やっぱりその接点不良みたいなんでさ、入力飛びみたいなのが発生したりするケースっていうのもあったりするので、まずは一回清掃してみる。で、清掃もしてキャリブレーションもしたんだけど、それでもやっぱり不具合が出るよねっていう状態、もうこれはもう買い直ししか選択肢がないと思うので、一つまあ買い直す前に一回開けて清掃してみて、その上でキャリブレーションし直してみて、それでも使えるかどうかっていうのでね、まあ判断の基準にしてもらうと、いいんじゃないかなっていうのが個人的な見解でございました。はい、といったところだね。で、こっからはちょっとおまけの話なんだけれども、プロコンみたいな高いコントローラーではなくて、値段はお手頃なんだけど、プレステの似たような形のコントローラーなんかないかなって探してる人がもしいたら、今私が使ってて、かなりね、おすすめだなって言えるコントローラーが一つございます。それが、ワンファンっていうメーカーが出しているコントローラーで、プレステ4と、PC に対応しているっていう風に記載があるもの。
になるんだけど、おそらく PS5 でも動くとは思うけど、確証はないので、誰か人柱になってもらえたら助かるなって感じなんだけど、これ非常にいいです。重さ的にはとこのワンファンの方が少し軽くて、一応内部にね、なんていうんだ、振動を検知するようなものもついてるし、触った感じ大きさのバランスがマジデュアルセンスにそっくりなのよ。かなり近いで、プラスアルファこの R3 とか L3 の押し込みに代用ができる背面ボタンがついてます。これは一般的なプロコンの、自由に設定できる、背面ボタンとは少しニュアンスが違って、あくまで R3 の代用とか、L3 の代用って形のものになるんだけれども、スティックがさ、ちょっと高いんだよね。こんな感じ。見てわかるようにさ、デュアルセンスよりも少し高めに設定されているものになっているから、FPS とか中心に遊びつつ、かつ、Xbox 系の、いわゆるスティックと十字キーが逆になってるバージョンではなくて、プレステの4とか5と同じ配置のものがいいやって思ってる人がいたら、これマジおすすめ。私が買った時で、3000円後半ぐらいかな、4000円切るぐらいの、値段設定でした。送料込みで。なんだけど、今ちょっと確認したら少し高くはなってた、んだけれども、これかなりおすすめなので、まあ一応これのね、URL も貼っておきますので、興味のある方はぜひこれ一度トライしてみてください。コントローラーってさ、メーカーごとに、そのスティックを倒した時の感度がそれぞれ違っているので、メーカーガラッと変えたりすると、なんかこのゲームにこのコントローラーの感度すごいやりにくいなとかっていう現象よくよく起こるんだけど、かなり近い感度感になってます。ただスティックが長いので、ロングスティックになっているからこそ、 FPS のタイトルなんかで細かい操作をね要求されるようなゲームをプレイする際には、 PS5 のコントローラーで設定している感度ではかなり感度が低く感じるんで、感度の再調整はちょっと必要になると思うんだけど、 FPS みたいなタイトルするんだったらマジでロングスティックの方が細かい操作しやすくて、リココンとかもね、精度爆上がりします。フリークなんかつけなくてもいいぐらいスティック長いんで、FPS 系のタイトルなんかやりつつ、まあモンハンとかね、ああいう TPS のゲームなんかも今後ね、やっていきたいなって思ってる人なんかにはかなりおすすめかな、個人的に。値段が上がっていく前に 2,3 個ストックして、もうこれをね主要のコントローラーに変えようかななんていう風に個人的には思っていたりするんですが、まあそういうねコントローラーもございますので、一つまあプレステとね同じような形のコントローラーでいいもんないかなって探してる人がいたら、ぜひねこれ一つ手に取ってみてください。まあ安いんでね、一回試しに使ってみるかってしやすい値段帯じゃないかなと思いますので、はい、一つねこれおすすめさせていただきます。はい、というわけで今日はね、コントローラーにまつわるいろんなね、修理だったりだとか調整のお話っていうのをさせていただきました。とりあえず俺一つソニーに言いたいことがあるとすれば、まあソニーって今はさ、プレス事業はもうアメリカに本社があるので、もう海外の会社だっていう認識で考えればいいんだけど、いや、いかんせんちょっと高すぎるわ。もともと日本発祥のゲーム機器であるはずの、プレイステーションがもうなんかね、どん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 縁遠いものになっていってるなっていうニュアンスがあります。物は悪くないんだけど、やっぱりちょっとね1万円はやりすぎかなって気がするから、ぜひねソニーさんには日本用の特別価格をね用意してもらいたいななんていうふうには思ってるんだけど、まあそんなことは無理なんで、はい、無理なのであれば、代用のねいい製品なんかもね、一つ皆さんの方でも、探して、あるいはこんなコントローラーもおすすめだぜみたいなのがあればね、ぜひコメント欄に記載してやっていただけたらと思います。はい、というわけで今回はこれにてお開きとさせていただきます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。